ある著名な冒険家は言った。生まれつき特別な人間などいない。特別か否かは何をしたかで決まると。私は旅立つ決心をした。冒険を求めて。でも冒険は向こうからやってきた。全ての希望が失われて、命は輝く。そして人は何かを見つける。己を突き動かす何かを。力の源となる何か。
休まないと。装置みたいだけど、潮の流れでここに集まるの。
痛むの。落として、こちらは近い将来世界的に著名な考古学者となる予定のララ・クロフトさんのお部屋です。彼女は今邪馬台国を捜索中。そして美しき太陽の女王卑弥呼は私のご先祖様なのです。サム、ふざけないで。わかってるってば。なんか雰囲気悪いから明るくしてあげてるだけ。みんなピリピリしすぎ。何か悩み事？突破口が開けたの間違いない。でもみんなが信じてくれるかどうか。要は自信がないの。ララはこの道のエキスパートじゃない。お世辞とかじゃなくて本当にそう思ってるんだから。私は信じてるし、ロスだってそうでしょ。大丈夫、とりあえず休憩しよう。飲もう飲もう。分かった、そうする。サム、ありがとう。今日はいつになく真面目なようです。ダンクルだ、行け。君は私が今回の調査に真面目に取り組んでいないというのか。サムの家族だけじゃなく私だって金を出してる。状況はみんな同じ。無謀な賭けはごめんだよ。だから進むべきは東だと言ってるの。西じゃなくて。邪馬台国がそんなに東にあるとは誰も考えていない。文献にもそんな記述はない。だから誰も見つけられなかったんじゃない。ロスにはもう話したの。他の研究者たちに右へ習いじゃ何の意味もないでしょ。君の思いつきで私の面目が潰されるのはごめんだ。この調査のリーダーは私だぞ。あんたが現場に出るのはカメラが回ってる時だけじゃない。私には30年の実績と東アジア歴史学の博士号もある。あなたは船の心配だけしてくれ。船舶と言えよ、な博士さん。俺だってボキャブラリーはね。ここから東へ進めばちょうどドラゴントライアングルに突き当たるでしょ。そこを目指すべきだって。なあララ、俺は君の味方だけど、あそこは気の流れが悪い。っていうか嵐だろ。
バミューダがお遊びに見える。俺は乗ったぜ。伝承によれば卑弥呼は嵐を起こせたと言われてるし、神話には何かしら事実が含まれているものでしょ。邪馬台国がトライアングルの中にあるとしたら。はい、これがトライアングル内部を映した衛星画像。ヤバそうね。まあなんとかなんじゃねえか。おい、冗談じゃない。まさか。おい、レイエスの言う通りだ。調査資金には限りがある。チャンスは一度だ。ララのアイディアにかけてみようじゃないか。これは船長である俺の判断だ。ドラゴントライアングルへ向かうぞ。どうぞご勝手に。よし、詳しく話してみろ。じっとしててもしょうがない。何か食べるものを探さないと。ひどい、かわいそうに。待って、あの弓使える。壊れてないといけない。教わったことを思い出して。いくら最高の技術を身につけていても集中力がなければまるで意味がない。どんな武器を使うときも集中することを忘れるな。お腹が空いた。食料を探さないと。よし、キャンプに戻ろう。ダーラ、冒険中はいつも便利な装置に道案内を頼めるとは限らない。地形と星の位置さえ読めれば必ず目的地にたどり着けるぞ。